リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリンドです。はい、本日はね、ラジオ形式でちょっとお送りする内容にはなるんですけれども、タイトルにもあります通り、その心ない一言、大丈夫ですか?という内容です。で、これに関してね、思ったのは、まあ今日たまたまね、ニュースサイトを見ていて思ったことがあって、動画ちょっと撮ってみようかなっていうところで、撮らせていただいております。で、まあ何があったかっていうと、まあ私もね、その方はちょっと知らない人だったんですけれども、まあネットニュースに、まあ自分は知らないけど有名な方っていうのはまあいらっしゃって、そういう方がニュースになってたりすることってまあ普通にあるじゃないですか。で、そのニュースを見てて、へえ、こんな人いたんだぐらいな感じで私は見てたんですよね。で、へえ、そんなこともあったのね、大変そうだねって思いながら、なんかね、200万人ぐらいのチャンネル登録者がいる YouTuber さんが、なんかこう、何かがね、あったよみたいな感じのニュースで、まあ、わーっと見てて、私はちょっと知らないけどさ、そういう人もいたのね、あ、へーとか、例えばそれ以外だとね、この方亡くなったとかっていうね、お話とか、まあ、いろんなニュースってあるじゃないですか。でもその中で、自分はちょっと興味がなかったから知らないっていうニュースもあると思うんですけど、そのニュースのコメント欄に、まあ結構コメントできるサイトって今多いじゃないですか。で、そのコメント欄に、お前誰?とか、いや知らんし、とか、有名なの?みたいな感じで、なんだろうな、ちょっとトゲのある心ない一言っていうのが、まあ書いてあるわけですよね。で、それを見たときに、いや、そのコメントしなくてよくねって私は思っちゃうんですよ。その心ない一言って必要か?って思ってしまうことが多くて、で、まあそのコメントを見たときに、書かなくてもいいのになぁ。なんて思うわけですよね。で、そういう心ない一言っていうのが、例えばですよ。まあ今はネットが普及してるんで、知らない人だっていらっしゃると思うんですよ。で、興味なかったりとか、ね、そういうジャンルをね、見てない人だったら、知らない人っていうのは全然いっぱいいると思うんですよね。そこそ私で言うならば、将棋とか囲碁とかそういうの興味ないんで、例えば将棋のね、活躍されてる方とかって見てもわかんないし、え、そんな人いたんだってやっぱなること絶対ありますし、それ以外だとまあスポーツもね、あんまり私興味ない部分っていうのは多いので、選手をねちょいちょい見てもふーんってなっちゃうことも多いんですよ。でもふーんってなるだけであって、お前誰とかそこまでいかないんですよね。で、まあそういう風なね、興味のないジャンルの知らない人に対してそういうね言い方をする時点で、ちょっとアンチの入り口かなって思うんですね、アンチ行為の。で、その人はアンチ行為をしてないと思うんですよ、その場合は。まだあんた誰とか知らんとか有名なのとかっていうぐらいだったら、まあまあまあちょっとした感想で、まあ書かなくていい内容の感想だと思いますけども、まあまだアンチまで行ってない行動かなとは思います。ただそれがね、こうエスカレートしていくとアンチ行為になるわけですよ。例えばそのニュースをね、その方のニュースが連日ね報道されていって、で、あんた誰から、いや、お前のニュースもう見飽きたんだけど、とか、またお前かよ、とか、ね、っていうのになっていくと、それもアンチ行為だと思うんですね、私としては。だって書かなくていいし、そして。っていうので、そのアンチ行為の入り口がだんだんね、そのところからエスカレートしていって、で、しまいには最終的に、またお前のニュースかよって、お前のニュース目障りなんだよ、うぜえよ、とか、また出てきやがって、とか、っていうのを言ってく人たちがね、こう出てきて、それがもうアンチ行為としてね、エスカレートしていくことってあると思うんですよ。でも、私が思うのは、その、見たくないものって、今見ないこともできるとは思うんですけど、存在自体はね、存在してるんで、そこに。その方はいるんですよ。生きてるんですよ。で、何かすごい悪いことをしてたわけじゃなかったりもするわけじゃない。いや、悪いことをしてるニュースとかもね、たまにありますけども、なんだろう、大犯罪を犯してなかったりっていうニュースに対しても、お前うぜえよみたいなね、コメントが目立ったりもするんですよね。で、すると、なんだろうな、存在は認めてあげて、そしてわざわざ攻撃的な言い方をね、しに行かなくていいと思うんですよね。なんでか、なんか攻撃的で上から目線で、で、なんだろう、こう、やり合いに行くような言い方っていうのが多いなと思ってて、私的にはね、もう攻撃的な言い方を先にした時点で負けなんですよ。で、しかもそれをね、陰で言ってたりとか、本人に対してとかじゃなくって、って言ってる時点でもう負けだと思うのよね。で、私もね、まあ、プチ炎上っていうのはね、したことあります。
飼育環境のお話とか、そういうことでね、言われたこともあります。で、まあ、一個の例で挙げるならば、まあ、うちのフクロモモンガちゃんと、まあ、ヘビちゃんをね、合わせて、セブシシバナヘビとフクロモモンガちゃんを合わせた動画がありまして、それに対して動物虐待だって言われたことがあります。ただ、まあ、うちの場合に行くと、そもそも真似すんなって言ってるし、知識がある程度ある状態、そして危険性がない状態でそれをやった行為なんですよ。で、まあ、正直そのヘビちゃんも、フクロモモンガちゃんも生きてますし、怪我もしてないし、特に何もない状態でのびのびと生きております。ただ、まあ、なんだ世間一般的にやられていないことを真似しないでくださいっていう風な書き方をしながら、なんだろうな。アップしてしまったっていうことに対しては、あ、すみませんねって思いますけども、その言い方、動物虐待ですよっていうのが間違ってたりすると思うんですよね。それを動物虐待って言い始めると、猫ちゃんと他の動物を合わせてる動画とかって結構あるじゃないですか、小動物。ハムスターとか、もう見たことあります、私は。ハムスターと猫ちゃん、大丈夫なんだとか。フェレットと猫ちゃんとかもね、ありますね。あと、フェレットにフクロモモンガ合わせてたりとか、なんかいろいろね、まああるんですよ。で、まあ多種族っていうのでね、見たことありますけども。で、しかもテレビでね、それが放映されてたりとかも見たことあるんですよ。でも多種族でも、うちでは仲良くできるんですよ、みたいな感じでね、言ってるご家庭とかもあって、ああ、なんだろう。そういう愛情のもと育てられてるから起きてるんだな、みたいなところ。で、それを、例えば、言い方だと思うんですよね。例えばそれもね、危ない行為だとは思うんですよね、人によっては。なので、なんだろう、言い方を、その二択で今言うと、危ねえからそういうのやめれやっていうのと、いや危ない行為だと思いますので気をつけてくださいねっていうのだと、意味合いは同じですけど、ニュアンスって違うじゃないですか。なので、なんだろう、その意味合いが同じでもニュアンスが違うっていう言い方って、諭すっていう言い方っていうのはできると思うんですね。アドバイスと上から目線っていうのは違うんですよ。なので、そのあたりが、なんだろうな、最近のこう、昨今の日本では多いなっていうふうにすごく思うんですよね。もう、その、鼻から喧嘩をし、なんか、すごい上から目線で、こう、ね、すごい、ズジョンって、上からこう、なんかね、隕石を落とすかのごとくね、すごい大きさのものを投げつけたりする人たちっていうのがいるんですけれども、なんだろう、日本語ってね、まあ難しいところがあるのであれですけど、まあ日本に住んでる以上、そういうニュアンスっていうのはね、気をつけた方がいいと思います。なんて言うんですかね、本当に、上から目線ではなくアドバイスをしたいなら、本当に危ないよっていうので心配しているんだったら、いやそういう行為ってこうでこうだから危なくないですかとか、実際にね聞いてあげるっていうのがいいと思うんですけど、最近多いのは本人に言うんじゃなくて、で、陰でこそこそ、真似すんなよって言ってるけど、もうその真似すんなよって言うならそもそもやんなよとか、ね。で、真似すんなよっていうので、まあ、そもそもやんなよって言う方もいらっしゃいますけども、こちら側としては、うちの家族の愛し方とか、うちの家族がすごくこう仲がいいよっていうだけの行為だったりするわけですよね。まあ、ただそれはね、良しとしてはいないんですよ、別に。普段からやってるわけでもないし、みんなにやれとも言ってないし、あとは自分の中での知識量っていうところでやってたりするところもあると思います。そんなこと言うとね、犬と猫だって喧嘩しますし、大型犬とね、小型な猫がね、一緒に暮らして、のびのびと暮らしているようなね、放し飼いされているようなお家だってたくさんあるでしょうし、その体格差で危ねえよっていうのはね、重々承知だったりします。ただその中で全然安全に暮らせてるっていう状況でやっている行為だったりします。なので中身を全然知らない状態で、なんて言うんですかね、危ねえよっていうのは、まあわかりますが、なんだろうな、中身も全部見てない上っ面の状態で、なんだろう、心ない動物虐待だとか、おめえ、あれだからみたいな言い方をするっていう上から目線の言い方っていうのは、ほんと多分やめた方がいいと思います。私はね、まあその時にちょっとね、体調崩すこともありました、確かに。その、プチ炎上じゃないですけど、そういうのもあって、なんか、気持ち悪いなっていうこともありましたけど、ただそれでね、体調崩した理由としては、私の個人情報の部分、プライベートの部分を、なんか公に公開しやがったので、それが、ちょっと、心に来ただけで、なんか外で言われてるそういう行為に関しては、直接言ってこないなら対応しませんって。
で、あと中身をちゃんと見てない、対等にお話ができない人に対しては、お相手しませんって感じなんですよ。基本的に、もう相手した時点で、アンチってつけ上がるんで、うん。なので、そういう、なんだろう、攻撃しに行きたいだけの人っていうのは無視します。アドバイスで、本当に、危ないんで気をつけた方がいいんじゃないですか、とか、そういうなんだろうな、言い方をちゃんと気をつけて言っていただいてる方だったら、こうでこうだったので、こうしてましたって。ただ、おっしゃることはわかるので、ちょっと今後気をつけていきますねっていう対応はできるんですけども、上から目線でズバコーンってきたら、多分大体の人対応しないと思います。それがね、多分普通だと思います。上から言われてね、心地のいい人なんて、まあ、いないっすよ。本当に。もうごく一部。超変態。そういうのでね、嬉しくてたまんないですよ。っていうタイプの人が、ほんとごく一部いる。かもしれないけど、多分ほとんどいないぞ。うん。だから、何かもしご意見があるんであれば、ちゃんと対等な、で、ちゃんと、その方を見た上でコメントをする方がいいと思います。何にも知らないのにその人のことを、で、その人の情報っていうのを分かってなくて、で、しかもね、その人の、例えば、発信している内容だとか、っていうのを、まあ、人となりをね、全然知らない状態で、言っちゃうのは、もうただのアンチ行為なんですよね。まあ、下調べが必要なんですよ、批判するには。批判するためには、それ相応の、その方の、もう内部っていうのをちゃんと見た上で批判を、した方がいいんじゃないかな。まあ、そもそも批判しない方がいいんだけど。でも、もしそういうね、批判的なことを思うんであれば、その人のことを本当にこう、詳しく知って、いや、この人はね、こういうところはいいんだけど、こういうところがちょっとね、っていう欠点のね、形になるのであればいいと思うんですけど、もうなんかそうではなくて、上っ面だけこう、すくって、まあ、簡単に言うと、鍋とかで言う、アクだけ拾って、で、そのアクの部分だけ、いや、ほんと苦いんだよね、この鍋は、みたいな。いや、そりゃ、アクの部分取ってたら苦いさ、って。あなた、そのさ、鍋の一番下までちゃんとこう、くるくる回して食べた?って思うのね。アクの部分だけ取って、この料理はまじいよっていうのと、ちゃんと食べてみて、アクはちょっとね、苦い部分あったけど、やっぱりこう、ちゃんと食べてみるといいところもあるね、って。とか、ここはちょっと苦手だなとかっていうのであればわかるんですけども、なんかそこの違いがね、私はあるんじゃないかなと思います。はい、まあ平和すぎるのかもしれないんですけどね、なんかわざわざ火種をね撒き散らす人っていうのがね多いなって思うんですよ。で、特にコロナ禍入ってからなんか心ない言葉を言っている方をねよく見ます。で、それをね言われてなんですけども、その後のことを考えてあげた方がいいんじゃないかなって私は思います。例えば今言った言葉、そして心ない一言を書いた結果ね、何が起こるかって分かんないこと多いじゃないですか。そうなった時に責任持てないほどのね問題に発展することってたくさんあると思います。私の場合はね、意外とこう強い部分と弱い部分っていうのはあって、ただ命を投げ出すっていう弱さはなかったので大丈夫でしたけど、ただ人によっては命を投げ出すっていう弱さにつながる方とかもいらっしゃるので、そうなった時に責任持てますかってところなんですよ。で、その自分がね言った一言がとんでもない問題に発展するかどうかを考えきれてない方っていうのが結構多いなっていうのがちょっと印象としてはありますね。それは、その人間に対してだけじゃなくて動物に対してもあるなって私は思います。例えば動物のね、うちで飼っている子たちに怒鳴ったり説教したりっていうところ、それってその動物ちゃんに対して言って、その動物ちゃんがね、後々なんかすごいストレスになっちゃったり怖がったりっていう原因になったりしねするかもしれないので、そういうのって考えてますかとか、例えばね、動物に対してお前うるせえから黙っとけよとか、こう、私この間ちょっと聞いてびっくりしたのは、まあ、ワンちゃんでたまに吠えることってあるじゃないですか。で、吠えるタイミングがどうしてっていうのってね、わかんないじゃないですか。何で吠えてるかわかることの方が私は少ないと思うんですよね、正直。
まあ、本当にね、ただ例えば本当に吠えてこう威嚇をしてるっていう吠えもあるかもしれないですけど、急にもうわけわからず泣いてる子ってたまにいるじゃないですか。どういう状況みたいな、に対して俺黙ってろよとかって言うと、それってワンちゃん猫ちゃん、まあそれ以外の動物に対してもいい結果は残さないと思うんですよね。怒鳴っていいことなんてあるわけないんですよ。で、なんだろうな、健康被害だったりとかに発展する可能性って絶対あると思うんですよね。動物からしたらそれがストレスで怖かった、恐怖だってなったりだとか、ね、怒鳴るじゃなくて叩くっていう行為も多分そうだと思うんですよ。こうパチンって叩いたりとか、ね、まあそれはもってのほかですよ、当たり前ですけれども、まあそういうこととか。なんだろうな、いろいろあると思うんですよね。なので本当になんだろうな、後先考えた行動っていうのはした方がいいのかなって思います。だから上っ面だけ見てコメントして、でお話をされる方っていうのがいるので、まあなんだろうな、動画を発信してる方に対してで言うなら、まあ動画を全部じゃないにしても、例えばその1本の動画は最後まで見るとか、でその最後まで見た結果、あーこの人こんなこと言ってるけど、あーこう思ってたんだとか、最後まで見てもいないのに結構言う方っていうのが多いので、まあ私のチャンネルでも多いですね。まあ、私自身が動画でいっぱい喋っちゃうことが多いので、最後まで見ないでコメントされる方っていうのは結構目立ちます。それを見るたびに思うのが、いや最後まで見てないよねって。でこっちはさ、その裏が取れたりするわけですよ、 YouTube って。トータルで何時間ぐらい平均で再生されたかとか見れたりするんですよね。で、平均再生時間低い状況で、ね、変なコメントが来たりとか、いや、全部見たみたいに思うことっていうのはね、結構あります。うん。あと、もう、そもそもコメント欄に、全部は見てませんかって書いてたから、いや、全部見てないならコメントすんじゃないよって。まず一回全部見てからコメントしようかって。言ってるかもしれないよ、そのこと、みたいなね。っていうこととかも結構あります。まあ、私の動画だけじゃなくて、他の動画に対しても、他の YouTube やられてる方、それこそ有名な YouTuber さん、私は全然有名な YouTuber でもないし、YouTuber だと思ってないんで、ただ動画発信してるだけの人、金になってないんで、これが金になってたらね、YouTuber で名乗れるかなと思いますけど、まあ、金になってないのでやらないです。YouTuber って言ってないですけど、まあ、そういう感じでね、なんだろう、動画発信されてる方に対してすごいこう言ってる時に、なんだろうな、最後まで見てないでコメントしたよね君ね、みたいなコメントとかも、いやまあ目立つんですよね、ちゃんと動画見てると。なのでちゃんと動画見た上で意見するなら意見するで、ね、意見をすることがダメっていうわけじゃないんですよね、正直。意見してもいいんですけど、ちゃんとこう全部見た上で見ましょうね。それがもう本当心ない一言っていうところにつきます。はい。なのでそこら辺をね、なんか気をつけていただいた方がいいんじゃないかなと。うん、本当なんだろうな、相手の人となりとかね、考え方とかね、全然理解してない。上っ面だけ見てコメントするんだったら、まあ、コメントなんてしない方がいいんですよ、そもそも。ただの荒さんの種でしかないので。まあ、なのでね、そういうのをよく思います。まあね、今日は、そういうニュースを見てっていうのと、SNS でね、ちゅうちゅうそういうのも見たので、ちょっと気になってお話しさせていただきました。本当、まあ、私は、なんだろうな、私の動画をちゃんと最後まで見てない、よくわかんない、わけわかんないコメントをね、する方に対しては、返答しません。あと、そもそも、なんだろう、攻撃的というか、なんだろうな、ちゃんとこう、対等に、こう、お話ができない相手の場合は、そもそもお話もしません。それは決めております。なんだかっていうと、その人たち多分、私の反応待ってるだけなので、反応待ってる、だけの人に対して反応するのはしません。ただの争いの種にしかならないので。ですけれども、ちゃんとなんだろうな、ご意見があって、いや、こういうのって気をつけた方がいいんじゃないですかとか、こういうのって危なくないですかっていうご意見で。で、ちゃんとこうね、見てくれていて、で、アドバイスとして、こう対等にお話をしようと思っている方であれば、それはしっかり誠心誠意、対応させていただきます。たまに心ない、コメントというか、そういうのはね、YouTube やってたり、SNS やってたりすると、目についたりするんですけども、まあ、私に対する攻撃じゃないことも多いんですけどね、私以外のね、YouTube 見てて、チャンネルを見てると、この人のこれが嫌だとか、見て、見た、最後まで、なんて思っちゃうことも私はあるんですけれども、
まあ、ただそれを見てもね、私はその人に対してもコメントしないんですけど。うん。だって、それに対して言ったって、最後まで見ましたって言った時点でそれも攻撃だし。うん。だからそういうこともしないんですけど。なんて言うのかな。私はそういうのをね、気をつけた方がいいんじゃないってよく思います。本当責任持てないね、状況になってしまうことありますので、本当皆さん気をつけていただければなと思うのが、私の気持ちでございました。はい。ちょっとね、なかなかまとまってないかもしれないですけれども、そんな感じでございます。で、私の中での考えとしてはですね、ファンもアンチもひっくるめてエンターテインメントって思ってることが結構あります。ファンもアンチも、まあ、正直、アンチってある意味ファンなんですよ。感情がちょっと揺らい言い始めてるわけですよ。アンチ行為をするっていうことは、その時点で少しだけね、その人のこと興味あるんですよ。興味ないなら、噛みつかないんですよ。大丈夫？なんかジコジコ言ってるね。まあまあ問題なさそうだね。まあ、なので、興味がなかったらそもそも噛みつくこともしないんで、まあ噛みついたということは、なんか興味があったんでしょう。って私は思うようにしております。はい。なので、アンチの方も、まあ、ある種ファンだと私は思うように考えるようにしてます。まあ、と言ってもそのアンチの方と絡んだりしないんですけども。はい。まあ、そんな感じでございます。まあ、なんとなく考えは、お伝えできたかなと思います。ちょっとね、文章としてね、これ、組み立てていくと、こいつならぐちゃぐちゃじゃねっていうことはね、あるかもしれないですけれども。まあ私のね言葉を生で受け取っていただければなと思います。私基本的に台本とか書かないんで、思ってることをねこうわーっと口にするタイプの人間なので、基本的にはまあ考えはブレてないので、ブレてない考えの中でお話をねさせていただいてっていうところ。ただまあブレてないんだけど考えがうまくいいことまとまってない、言語化ができてないっていうところですね。わかりやすく言うなら可視化ができないっていう部分なんですね。可視化がされてない状態でね、いっぱい喋っちゃってるので、ちょっとあれなんですけども。まあそんな感じでございます。はい、なので本当心ない一言っていうのは気をつけましょう。というお話でございました。はい、本日は以上となります。なんかまとまってないかもしれないけど。もしよろしければこちらのチャンネル登録、そして高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方フォローしてください。そしてね、過去にたくさん動画も上がってますので、よかったらね、動画1本、見ていただいたりとかコメントくださったり、あとはチャンネル登録でね、応援してくださったりなど、応援してくださると助かります。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。